書体とは一定の文字体系のもとにある文字について、それぞれの字体が一貫した特徴と独自の様式を備えた字型として表現されているものを言う。基礎となる字体の特徴及びその字型の様式から導かれる形態の際によって分類される。例えば、漢字という文字体系のもとにある書体として、天書、霊書、解書、行書、奏書の5体に加え、 印刷用の書体、さらにはデジタルデバイスでの表示に最適化することを試行した書体が存在する。これらはいずれも共通の文字集合から生まれながら時代、地域、目的などによりその形態を変化させていったものである。英語のタイプフェイスの訳語としても用いられる。この場合は講義における活字とその意象についての概念として扱われる。近年では フォントと同義に用いられることがあり、フォントの使用ライセンスの単位として、1書体、2書体と数えることもある。しかし、本来、書体は文字に通定する概念であって、金属活字の字面や、写真食字の文字版、またデジタルフォントのアウトラインデータそれ、字体を指すものではない。以下は、時系から見た書体の類別に従って叙述する。主な書体は、以下のように分類される。 オーブン書体の設計は、画数や字数が少ないこと、またその造形的特徴、そしてその豊富な歴史から、整理、体系化が進んでいる。主な書体は、以下のように分類される。オーブン書体のエレメントオーブン書体は小文字において、上下の幅が極端に異なることから、いくつかの上下のラインを設定し、字の高さを数パターンに規格化した上で設計される。 このことよりベースラインをはじめとした図のようにいくつもの並び線に沿ってデザインされることが普通である。また、オーブン書体はエレメントを再利用することで構成されること、いくつかの特徴的なエレメントのデザインが決まれば他の文字の同様の部分も概ね定まってくると言える。エレメントによる字型の再生産は一般的に読みやすさを担保する要請にかなうことである。なお、 再利用されるエレメントは完全に一致するとは限らず、文字の造形に内在する作詞や出力時の見え方の調整を念頭に、部分的にエレメントを例外的に調整する必要がある。なお、カウンターは閉じた部分だけではなく、C や V などの字の内側も指す。また、図中のケルンは日本独自の用語であり、英語ではボール、シェープドターミナル、ドイツ語では トロッポフェンなどと呼ばれる。金属活字において、一般に、ボディから張り出した部分を刺すカーンという合計エレメントと、混同した故障であって、誤りとされる。オーブン書体の各種ラインオーブン書体では、等幅活字を除いて、文字ごとに自腹が異なるため、活字のサイズは、ボディサイズが基準となっている。ある活字のサイズを一辺とする、正方形を、組版における相対的な、 長さの単位としたものが M である。例えば、12ポイントの活字での 1M は12ポイントであり、14級の活字での 1M は14級である。M という呼称は大文字 M に由来しており、古くは M の活字の字幅とボディサイズがほぼ一致し、正方形に近かったためとされる。文書全体の量を知るためには、単語数を計量することが多いが、この M を用いることもある。 小文字の A から Z までを並べた長さ、すなわちアブクでフが浮むムナプクスツーベザイズの長さを A、Z レングスという。和音混色では氷やエッジセリフ、ステムなどのデザインが和文の同様の要素とデザインとして合っているかを考慮しながら組み合わせを考える。もっともあらかじめ設定された従属書体を用いる場合も多い。ありがとうございます。